その先方だけは勘弁してくださいね。皆様いつもありがとうございます。日いずる国 TV のお時間です。話題が尽きない隣国への輸出規制関連についてですが、今回はかの国の党首が語ったスピーチが話題になっています。日本側の輸出規制に対抗するための最終兵器リーサルウェポンがついに登場した模様なので、まずは記事の内容からご覧くださいませ。では聞いてくださいね。ムン大統領は12日10回目の全国経済ツアーの日程として、チョルラノムド、ムアンにあるチョンナム道庁を訪問し、チョンナムは歴史の水の流れを正してきた都市、中部公李春申将軍の護国精神が立ち上がった場所と述べた。 3.1 独立運動の主役とも述べた。ムン大統領は続いてチョンナム住民が李春申将軍と共にわずか12隻の船で国を守ったと強調した。人心和乱文禄慶長の役当時12隻の船で和軍に対抗して勝利したエピソードを紹介した部分は当初配布された原稿にはなかった内容だった。韓国大統領府はこの日国家安全保障会議 NSC のキム・ユグン国家安保第一次事務所長が極めて異例の公開記者会見を通じて日本の輸出制裁措置に正面対応する基本姿勢を明らかにした。日本側が主張する韓国政府の北朝鮮制裁違反疑惑に対して国連安保理専門家パネルや適切な国際機構に韓日両国の4大輸出統制体制違反事例に対する公正な調査依頼を提案するとしながらだ。日本の措置に対し青瓦台が事実上逆攻勢をかける状況で、ムン大統領が人心和乱の英雄である李春申将軍に言及した。ムン大統領は実際長くない演説文で李春申将軍に3回も言及した。ムン大統領は李春申将軍の護国精神を先に提示した後、李春申将軍の遺跡を含む西南海岸観光リゾートベルト造成事業と南海岸観光活性化事業を支援するとして、再度李春申将軍に言及したとの内容です。いやー、とうとう来ましたね。そもそも李春申ってゲリラ的に当時の日本の輸送船を攻撃しただけで、なおかつ休戦協定を破って騙し討ちをしたりと、最終的には普通に島津勢に討ち取られているんですけどね。おそらくムン氏の目的はなかった歴史を無理くりファンタジーに仕立て上げて我々の腹筋を崩壊させて内部からの攻撃を目論んでるんでしょうね。いやー、怖いですね。これぞまさしくリーサルウェポンですね。まあ予定よりも早くろうそく祭りをされても困るんで、ティーアップもこれぐらいにしておきましょう。以上、本当の歴史は知らないままで OK ですよ。